川崎さん、60秒でバイク紹介お願いします。 OK、 わかった。コルガン5マスターですね。マスターシリーズっていうのはいろいろ種類があったりします。最新だとですね、コロンバスのチューブじゃなくてですね、違うメーカーのチューブ DT25V だったかな、違うチューブが使われてるんですけれども、これはコロンバスの歴史としては、こういったジルコデザインに書いてあるコロンバスのチューブが使われてるので、世代的には少し前のモデルになったりします。ついているコンポ自体も少し前のものですね。シルバーのケンタウルがついてますね。ケンタウルなんですけれども、やっぱりこの5本アームの方がすごく綺麗ですよね。やっぱりこの世代のカンパニオールファン多いです。それからホイールも注目したいですね。シルバーのユーラスですね。ミシュランプロレースがついてますね。マスターはやっぱり黒森の中ではですね、結構剛性が高いと言われてるんですけども、今のカーボンバイクの方がはるかに剛性が高いです。レーシーなんですけれども、どっちかといえばゆったり乗るっていうキャラクターになってきてますが、やっぱり昔世界選手権を勝ったことあるようなメーカーのコロナ後のバイクですから、橋自体も本物という感じで、ホリゾンタルの細身のバイクで上質な自転車乗りたいなっていう方とかは、ブラックビューティーみたいなカラーリングでちょっと満足度高い1台に仕上がってんじゃないでしょうか。